MLB ネットワーク番組名 MLB Now で司会を務めるブライアン・ケニー氏とゲスト出演したクリス・ルッソ氏が今季の MVP レースについて議論を交わした。ケニー氏は翔平・大谷がナ・リーグ MVP だと言われるけど、このレースはかなりの僅差だ。デラクルーズの強打率は5割を超えているから、現時点で彼をナ・リーグ最高の選手に推すよ。トレッツの22歳、デラクルーズ内野手をもプッシュした。さらに、ケニー氏は大谷は非常に優れた走者だ。でも、守備での貢献度においてはデラクルーズには遠く及ばない。DH とは全くかけ離れたものだ。大谷に守備の価値がないのは問題なんだと、守備につかない指名打者のみの出場に注文をつけた。ケリー氏は大谷に対して否定的なコメントを残しており、昨オフに大谷が FA となった際はお金がかかる、好き勝手やる、などと発言して炎上。それだけにファンも怒りが収まらないようだ。こんなのは話題作りのための暴言だからね。いちいち取り上げずに無視すりゃいい話。ここまで来ると炎上狙いで発言してるとしか思えん。そもそもピッチャーだから。それにリハビリ中。ただ、ここに来て大谷も調子が今一つやからこれからどうなるかはわからない。今日みたいに大事な試合で情けないバッティングしてると言われてしまうよ。ドジャースは今日もひどすぎる逆転負けだから。この人もそこまで言うなら DH が無価値だから廃止せよって言うべきだろうな。落として、それに対してコメンテーターや評論家が反論する。なあなあなれ合いのプロレスだろう。ここに試合は価値がなかった。それなら同意でも全試合活躍する野球選手はいない。好不調があるから応援にも熱が入る。大谷が守備投手で貢献できないのは、手術してリハビリ中だからなので、これは仕方がないことや。打たないと雑音が多くなる。しょうがないことか？また打ち出せば称賛する意見が増えるんだろう。日米同じだね。相変わらず大谷は大変だな。こういう人たちを黙らすためには打つしかない。